立浪監督、石川昂弥、21の課題はシンプル、スイングスピードが遅い。立浪監督は技術的なこともあるが、スイングを速くしないと、怪我明けすぐから2ヶ月くらい出ている。ここ数試合は直球を狙っていても捉えきれていない。へばりもあるんでしょうけど、それを乗り越えていかないと。と心身のタフさを求めた。試合の中で感覚を取り戻す以上に練習からやっていく。とシーズン中にもかかわらず一定以上のスイング量を課していくことを力説した。やっぱ立浪やな。どうなんこれ、最後の希望なのに。名古屋の健丈ファンは石川を捨てて細川しか見てないのが悲しいよな。強豪ドライチがゲンドラに潰されたよ。打つ方は何とかしますんで。横浜さんが育てて美味しくなったところをプレゼントしてくれた細川がいなかったらどうなってたことやら。次はまさかの周平が壁になるのか。体力や筋力の課題だと分かってるなら、やらなきゃいけないことは下でのトレーニングやろう。無理やり一軍で使い続けたら消耗してくだけやん。乗り越えろとかバカやろ。落とさないってとこに立浪さんの期待の表れがうかがえるぞ。そろそろピッチャー転向か。立浪なんてちゃんと下積みしたことない人なんだから、若手の育成なんて任せちゃダメだぞ。村上なんかよりがっつりキャッチャー見てるよなこいつ。フルどころか半分も戦えてない選手に期待しすぎや。出続けての疲労なのか怪我なのかはわからないけど、やりながら修正できないなら休ませるしかないんじゃないの。なぜか周平より叩かれてる模様。目が慣れるために打席与えてるんだろうが、今年は無理だろ。来年以降。ご視聴ありがとうございました。